皆さんこんにちは、オリエンタルマシーンです。本日の動画は私の RG250 ガンマのことについてです。このガンマはすでに一通り整備をして状態良くなってすっかり乗れるようになりましたので、実はですね、このオートバイのことを欲しいと言ってくださった方がいらっしゃるので、それで今度お譲りすることにしまして、今日はナンバープレートを外します。でナンバープレートを外したら登録に必要な書類ですね、名義変更を相手の方にやっていただくので、まず登録証と軽自動車の届出証ですね、届出証とあと自賠責、令和9年の8月まで入ってますから、それを自賠責保険証とあと譲渡証ですね、譲渡証はインターネットでダウンロードできますから、昨日すでにダウンロードしましたので、そこに必要な内容を記入いたしましたから、もう送れる状態になってます。それをお送りして、それをお送りすることにしてあります。これですね、ナンバープレートを相手の方にお送りして、相手の方に名義変更していただくという形になっております。まあこのオートバイも私の命を乗せて走っているので全然問題ないと思うんですけど、一応久しぶりなんで始動確認だけしておこうと思います。燃料コックを開けてニュートラル確認して、チョークなしでかけます。このガンマは本当に調子がいいので、いつもチョークなしで一発でエンジンかかりますね。次のオーナーにも安心して乗っていただけるのではないかと思います。安心してしばらくはこのまま乗っていただけると思います。それではこの動画はこれで終わろうと思います。失礼いたします。